鹿島臨海鉄道は旅客運輸の大洗鹿島線と貨物輸送の鹿島臨港線を運営する鉄道会社です。普通は旅客、それも鹿島サッカースタジアム駅が有名かもしれません。地方ローカル線ですが、高規格の高架の上を走る部分もあります。そんな鹿島臨海鉄道に乗ってみたいと思います。列車に乗る駅は鹿島灘駅です。水戸型は太陽駅、鹿島型は鹿島大野駅です。ここから鹿島神宮駅まで乗車します。普段は1両か2両の列車だと思いますが、ホームは結構長いです。LED のこういうのもありますけども、眺めて前を見ると結構ホームは長いです。もちろんこの屋根がついてるところっていうのはこのぐらいですけども、時刻表でこのぐらいの列車が、運行されています。で、端っこまで歩けばわかるのですが、かなりホームは長いんですね。その気になれば、一体何両の列車を止めることができるのかなーなんてことを考えさせてくれます。鳥の声がのどかでいいところです。列車は日本一長い駅名に成損ねた長ヶ蛇ヶ浜潮騒浜那須公園前駅に着きます。臨時駅ではありますが、最も有名かもしれない鹿島サッカースタジアムです。JR 鹿島線の列車と鹿島臨海鉄道の列車が仲良く鹿島神宮駅で並んでいます。
ることが目的だったので、鹿島神宮に参拝することもなく、北列車で戻ります。単線なので駅で列車交換をします。どの駅ものどかでいい味を出していると思います。ディーゼルエンジンの音が心地よく響きます。